将来すばするんじゃないかみたいなことも言われてる <laughs> 今日はそれもね <laughs> じっくりてきて私の性格しってると思うけどさ、はい、私さほら一応大学の先生だからさ、うん、ほら聞かれたら、うん、共産党でも答えるからね だって私ねさ令和新選組の勉強会に行ったっったたよそしたらさ私をレイシストだって言った人がさ欠席したんだけどねいや私は別に関係ないんだよあったらしいね知ってるでしょ知ってる知ってる私は全然関係ないんだよそしたらねほら私は絶対意味嫌う人もいるわけじゃない向こうが欠席してくれるのはそれそれでいいけどなるほどね私はだから全然あのほら国民のために に正しいことを言うっていうだけだから、うん、これ全然あの構わないですよっていう感じで言って、うん、とりあえずどう何だってどうで、滝田新党はでもいくらでも古文とか、須田新党でも僕立てる予定がない、ないすから、ね、<laughs> でとりあえず今古文っていう形形だけなんですか、主婦な何やね、えー、なんかよくあのいや番組に出てね、協力するしか言葉ないじゃんなもん。うん じゃあいいよあのアドバイスしてアドバイスくださいって言ったら「いいですよ」って誰にも言うようん私ね、うん、とはいっても新井英二さんと一緒に政策公募やってるじゃないですか、うん、ちゃんとビジネスにしてお金もらってはいや私はほとんど能楽に近いねあれはね。 また、また、あの、高橋さん変なことやってると思ってるだけだよ。私。海外 <laughs> <laughs> すごく冷静だから、サイズもさ。<laughs> もうか、あ、また変なことやってるなと思って、見てるだけだけどね。うん、そうすると、ビジネス、仕事としてじゃなくて、あくまでも個人的な立場で。じゃあ、ビジネスっていうことは、結局、その、お金が介在するかしないかい。まあ、それ一番大きいよね。だから、なんか、んか誰かが、高橋の子守りを高いとこに行ってこと、した人いる、私、そんな、笑、ま、う、あ、つもりもないしさ。うん、ななの。 もうユーチューブで散々稼げるもんね。いろんなことやれんのこれ。出馬するんですかとか。するわけないじゃん。はい。しないということです。んないこれ。はい。だいそれもそういう風に言われるんですか。政治家なんていつもバカにしてる人。いや私は自分が高橋さんないだろうと思いますよ。当たり前じゃんな。出馬するのは。だから僕あの十六日にあの解散したら高橋さんの応援演説行かなきゃだめってスケジュール調整返したんだけど、解散なくなったら大丈夫なんて。 だいたい質問するわけないじゃないこんなもんは。だいたいこの年になってね、もういやいはたよ。あんなあのなんか暑いさなかとかね。でもさ、でもさ、これだけ知名度合うんだから、いや。票集まるんじゃないですか。もう参院の比例名簿も一発ですよ。青山茂春さんしのいちゃうか青山さんはまあね、いろんな政治的な意図があってやるんだけど、私全然ないから。だって今一番あの比例でトップいってるのは青山さんでしょ。うん。自民党の。 でもね。もうソーストでね、あのユーチューブの登録者数私は大山さんの倍だからな。うん、そう。でなんと。しかもさ、兄がさ漫画家の方なんですよね。あそうですよ。はい、うん。そう,そうそう。だからやっぱりね、はい、知名度、あとファン、うん、これが多い人がやっぱり。 今比例はいっちゃう。そうだ、高橋さん出たらもう一発で。大変ないじゃない。これまだアンケートできるの？ユーチューブ。あの高橋さんが出馬したら投票するか。高橋さんゆるかいないから。注入の全く激減しますよ。収入激減でも冗談じゃない。落とし見ようとしてんじゃない。でもさ国会になってもユーチューブやっていいんでしょ？ああいうこともう全然ガタンと奥口に決まってるじゃない。かじゃない決まってるじゃないですかそんなもん。なそんなのしません全く。あのねだいたいあのね今ユーチューブで私ね。 安倍さんの次って言われてるんだから、うん、あの登録者数はね。ああ、なるほど。昔の須田さんのマ罠じゃないよ。<laughs> <laughs> それをみんな取ろうとしてるんですよ。<laughs> 私の。やりませんやりません。<laughs> <laughs> 引っ越しシステムをするっいいねこの答えが。こんな政策入れるなって。人を直接ようなま。そもそも失敗しませんから。でもそもそもさ、でもやっぱり人間ってさ、こうなり名を遂げてお金も入ってくると、最後はなんか政治の方にみんな行っちゃう。そういう人もいるじゃな田さんみたくね。あのだから金が有り余っててもう本当言うとね、本当最後になると使うのなくなるんだよね。おそらく。 そうするとそれでドカーンと使いたいあれ一気に使えるからね道楽としてはね高橋さんにみんなするってあ、するってしないんだよねもうなんか出馬するって言った時代の当選決定でだからゼロ格なんだよ本当本当須田さんはまだ先があるからあのあれだけど私ぐらいになっていくともうねいつ死ぬかっていうのは結構読めるよねいや僕も考えています今おいくつですか うんと六十数字に多いし六十八まだ若いまだ若い若くないよ平均寿命から考えた後ちょっとじゃないのと思うじゃない八十年ですよ平均寿命だからどうってあと十二年でしょそしたらもうそんな参議院なんかいてペコペコやって腰痛くしてどうしようもないよって感じになるよねだからもうそれそれはだからそういうしたい人いるよ知ってるよいるけれどそれはあれだよねあの。 そんなでこでこでがもう遊んで暮らした方がいいやと思う。はい。じゃあ今日のこのね、うん、えネット公開取材で分かったことは。うん 選挙があっても、今のところです。今日の時点では、しましません。一点目。二点目としては、その誰が来ても。否定してない人、人かないと、否定していかないと。今のところは。今のところ、そうだよ。まあ、どう、なんか大学来ても、お答えをします。誰が来ても、顧問とかね、最初のとこ協力は、個人的な仕事でね、アドバイスしますよ。今のところって言ったら、記者は、じゃあ、将来わかんないのねって。そんなわかるわけないじゃん。なんでわかる。俺ら、明日生きてるかどうか、わかんないし。そういう意味でね。そういう意味でね。 うん。だってほら昔ほら書いてある二万パーセント出ないって言ってたら大バカ野郎が出てたじゃないですか。ま <laughs> あそういうふうに思ってる人は言うんでしょうね。うん、まあでもあれだよね。なんかこ,こんなで今でもさほらちょっと政治的に考えるとね。うんとほら防衛費増産勢、防衛増税反対。うん、で LGBT 反対っていうマスがあるんだけど、うん、ここはないんだよねあんまりも。うん うん、だからそこをだからみんな保守神党が出るっていうのはこういうふうにぽっかり穴が開いたところには結構出るっていうのはよくあるよね。だからこれは別にあのなんかダレットで何かの保守神党って限らずいろんなのがありう<れ>るんじゃないの、うん じゃないですか。うん、政治的にどうですか。だって僕からやられちゃったら,ら。どれぐらいやるのかなっていうのが。まあそこが難しくてこれを穴と見るのか、うん、結局自民党っていう政党がもう右から左までをもう内包してるわけですよ。うんうん、もう基本的にもう大宇宙みたいな政党なんで、でこれが保守かって言われたら私は自民党は保守じゃない。保守政党じゃないんです実を言うと。これは2000年に森さんが えー、総理になってから、うん、じわーっと真ん中に寄せてきた、うん、でそのピークが安倍さんだったわけですよ。うんうん だからこの二十数年間が保守的になったとは言えるんだけれども、うんうん、清和会ねあ清和指導でねももともとは河、ね、野洋平とか宮沢貴一とかはい、はい、そんなんが強かった時期ですよ形成会にしたって外務大臣当時台湾に着陸しちゃったら僕は降りないからねと言ったあの,頃のやですね <laughs> だからもともと自民党が保守かって言ったらそこがまず間違いなんですよ、うんうん、だから今回多くの人が LGBT の件でね 法,法律はもう,もう全くいらない無駄な法律の極みだったと思うけれども、うん、結局あれで保守政党なのに自民党はなんだって言ってるけどいや自民党はこういう政党なんですよとそもそもが。だから今回は LGBT をね通しちゃったけどあれは。 あのどううせ私ははあれはねゾンビ法案だと思うんですよいつかまたね時間が経ったらまた出てくるような法案だの種類だと思ってたのである意味で今回は萩生田さんたちのような人がまだそのあそこに政調会長としていたっていうのは私はギリギリだったと思いますよ。でああいうふうにまあドタバタでねあったけれどもそれは詳しくは正論の まだま 1>, 1, 日1日に発売されるね,こねそ,うそこでねいろいろと中田町事情録とか <laughs> とっっ、ね、政治部の次長の水内君が書いた記事とかあるんだけれども、うん、まあそこであるんだけれども結局あれは、まあ、急転直下だったけど、まあ、法案の修正がなされてまし、うん、になりましたよまし、うん、にですよ。良、はい、かったとは言わないけどね、うん、でもそれは あのちゃんとこう安倍さんの一番近くの本当に安倍さんが何を言ってたか一番知ってるのは萩生田さんですって、うん、いやみんな文句言うけど萩生田さんこそ安倍さんのことを一番知ってた人間ででも一番喋ってないんですよ彼は。そうだからあともう一人知ってたの番もう一人知ってたのは木内さんね。木、あ、内、のーまあ、さんういっぱい知ってる。まあ、キさんはその2年前の時 のやつで一番安倍さんに呼ばれて、うん、<ご>それで事務局長をやらされたので、今の特命委員会もね。だからあの時のその前回の時の覆したその機動力の中核には菊池さんはいたのは確かに。うん、安倍さんは菊池さん使っていろいろやるとしてや,やったからね。だからまあまあその菊池さんがまあ今のね特命委員会ののちのちの特命委員会の事務局長をやってでただ特命委員会の委員長っていうのがこれ比例の弱い人だったから。 やっぱりあの、なんていうの、推進派の。比例単独でさ、高階さんですよね。まあ、そこまで言う。比例弱い。高階さんが弱いのか、まあいいや、弱いんですよ、その人が。だから中国今、中国比例に行った。そう、単独比例なんですよ。単独、そうそうそう。あれは細田さんの引きですよ。そうすると、今の執行部に逆らうと。いろいろ問題起こす。そう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 。うん。だから高階さんは、それ従わざる得なかった。高階さん、ごめんなさい。そう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 。 高階さんで女性の方、うんうん、まあしょうがないなっていうのが政治のあれだけど、うんうん、今こういうたくさん出てるの我慢できないっていう人が多いってことだよね。それはそう忘れたださっきの高橋さんのあれじゃないけど、うん、でもどうなんですか、まあ、今回選挙ないじゃないですか。そうすると秋になった時で、まあ、別に秋のない可能性だってあるし。いや本当 あのねあ<れ>陽気を込うとね支持率これからどん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 下がる可能性高いんだよねうそうそうそう秋できないその次の来年 <laughs> 春,春もできないと言ってなんかわけわかんなくて総裁選を泳いちゃってその次の年の7月でダブルまで行っちゃう楽しいないなってダブルあるんじゃないかだね、だから結局任期満了追い込まれ解散だけどね追い込まれて一番ムーズアジあれほら 麻生さんときそうだったじゃな最初にいいタイミングの時やんなくて、おいでずだずだずだっていったらすはいに、はい、追い込まれちゃって、ね、そういうことついてあるよね。いいタイミング逃しちゃうと次いい次や次やと思ってどんどんどん,どんどん悪いサイクルに入るとそうそうなっちゃってね。これ不思議ですよね。よねその活動化もしありますよね。うん、いやだから本当に岸田さんって。 岸ささんってさはっきり言うとさ自分の力でさ選挙まともに勝ってないんだよね最初はご祝儀かなんかで勝って、はい、その後安倍さんなあれで勝ったって感じだからねだからう、ねうん、国政選挙2勝だっていうけどほとんど実力,実力で勝ってないんだよね、はい、それだから今回一実力のいいチャンスだったのに勝たなかったからやらなかったからさ <laughs> も私もびっくりしてあれ多少支持率が落っこったってまだ高いだろうと思ってさ。はいはい うん、要するに落っこちってのにびっくりしちゃったのかもしれないけど、これからもっと落ちちゃねえよって感じだったけどね。今がそもそも私この政権っていうのはそもそも三十パーセント台があの普通でいいと思うんですよ。四十パーセントは高すぎると思うんですこの政権には。まあもちろん社によって違うんだけれども、で読売が今回十五ポイント落ちてえっと四十八。そもそも五十パーセント以上の支持を与えてたのがなんだという話で。 ね、まあ4割超えてれば平均で各種のメディア,あの,メディアの世論調査で四4割超えると圧勝になっちゃうから3割ぐらいでも勝つことは勝つん、うん、勝つことはね,ねそうなんですだ、ねうんね、からいいチャンス逃したと思うんだけどそういうふうにみんな思ってなくてさもうりでもか<い>岸田さんって結構不思議ちゃんじゃないですか。うん これ大変なのこれけそあれあやつってんのがいやもう自分ないやいや自分で、ね、うんないんですよいいでも多分これこういう発想をすんだ結構ねあのじなんていうかな自己評価の高すぎる人なんだけど、うん、周りにいるやつ財務省のやつは結構自己評価高すぎるやつ多いんだけどね、うん、過信してんのうんあ、うん、例えばね宮沢さんの企業なんかね、うん、結構過信しててねまだ分かりますよって思ってるかもしれないね、うん、あないやでしょう簡単に。ああ なんかこう上がるだってタイミングといテーマないですよねそうなんですよ、うん、だって今からまた年末に行くとまた予算の話とかなっちゃって<う>また増税とか言われて指定で,ですからだん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 バレてくるよねバレてきたらねらバレないうちにやった方がいいんじゃないかと私は思ったくらいだけどねいやいやそうなんですよ <laughs> だから唯一あれがあるとするならばなまあそれも財務省はどう判断するか大型補正 大型補正出すんだけど、すぐ増税だからね。うん、<laughs> これね。だから大型補正打って、バーンですよ。高井さんで。でも、それって、つ、なんか、あの、焼け石に水的な話だから、あんまり。<ー>ね。透けちゃうよね。でもね。うん、大型補正でもね。うん、全然ね、ほら、安倍さんとか菅さんで、百兆円やったでしょ。うん、あれはっきり言って、増税なし、ってバーンって言い切ってんだけど。うん、それで,できないそ。そうそうそう。うん、ということでした。はい、じ高井さん、引いてください。これ、引くの?ここね。引くの?。 ちょいちょいちょいちょ誰これ？インボイスあこれどこですか？出社ですね出社であ私も聞きたかったこれどうでしょう？<れ>